はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。モロウィンドウ続きからプレイしていきたいと思います。前回はですね、メファーラさんからこの、ゴールドブランドをいただいたとこですね。で、今このマラカスさんのとこにやってきたんで、話しかけてみましょう。偽りの英雄を倒し、その根を絶ってくれたな。お前が多くの民の名誉を取り戻す力となれたことを満足に思うぞ。ヘルム・オブ・オレイン・ベア・クローを受け取るがいい。おお。これですね。いや、強い。アジリティとエンデュランス40ポイントが効果持続型。いや、これは強いですね。うん、こっちですね。顔が見えちゃうんだ。いや、でもいいんじゃないですか。ちょっとこのダサかっこいいのがいいですね。よし、これでいこう。素晴らしい。ではまた戻って、今度はメインクエストですね。その海底洞窟ですか、の聞き込みをしに行きましょう。はい、ということで、ここですね。イルニビ洞窟。じゃあ早速行ってみましょう。暗い。病気になるって言ってたんで、あんまり接近戦したくないですね、敵がいるとしたら。人がいるな。裸の男がいる。いや、多分敵だと思うんだけど、一応。ドリーマー。
なんだあれ、初めて見るぞ。クイックセーブ。バレて、わ気持ち悪っ。なんだ敵、敵じゃない、敵じゃない、己の行いに意味があると思うか、私を殺せば死ぬと思うか、夢と目覚めに過ぎぬ、幾度となく止めどなく、出ずる無双に過ぎぬ、お前の行いに意味などないというのに。敵じゃないのか、あ、だ攻撃し、あめ、間違えた。あ、コープラスにかかってるのがいるな。いやー多分敵だと思うんだけど、どうなさったのですとの、私たちは何も聞いていませんが説明してくださいどうか。なんか話しかけられるっていうのが、待って、
完全に迷ったな。アッシュ。これで回っぐるっと回ってきたんだ。びっくりした。見えない。当たら。
なんか変な音する。来てるな。やばい、迷ってしまった。なんか変な音するんだよな。左に行ってない。あ、なんかそれっぽい感じが、クイックセーブ。あ、誰か。死んでないか。当たらない。よいしょ。くそ、こいつやるな。びっくりした。死ね。当たらない。なんか今までと雰囲気が違うな。気味が悪い。
なんかガードされてんのかな、あれ。見えない。くっ。おう、怪しいな。左。タゴス・ガレス、どこから話しかけてる。シックスハウスは貴殿を歓迎するロード・ネレバルよ、それとも貴殿が名乗っている KD と呼ぼうか、私はダゴス・ガレスとして知られている、知られているイルニビーの僧侶、我が主ダゴスールが貴殿の来訪を知らせてくれた。ロードフレンドシップを守るためにわざわざやってこられたものと期待している。ダゴスールは私にレッドマウンテンに来るよう命じられたと言った。もし新たに友情の誓いを立てるなら、そこで彼は私に助言と力を与える。レッドマウンテンまでの道のりは長く危険を伴うものだが、私はそこで知恵と固い友情と、世界を正しくするための力を与えられる。要は俺と友達になりたいって言ってるんだ、ダゴスルは。この
この場所はロードダゴスの行いを学ぶための場所。ああ、最上級の者たちはレッドマウンテンの地下にいると。ここはまだ見習いがいる場所だ。心して聞くがよい、ロードネレバルよ。平和の時も戦乱の時もかつて我らは同胞であり兄弟であった、それなのにレッドマウンテンの地下において、貴殿は私を攻撃した。財宝を守るという誓いで私を縛り、誓いに従っている私を。しかし我らの友情を思い返し、私は貴殿を許そうと思う。そして私に奉仕するべく高い地位を約束しようではないか。なんか悪者のお決まりの言葉というか、もともとはまあ仲間だったのかな。でまあダゴスールが裏切りをしようとしたんでネレバルはやっつけたと。まあ、もう一度友達になれるんだったら、力を授けると。武器を持って、我を討とうというつもりか、それとも武器を収め神木を持って我に加わるか。ダゴスガレサは私を、ネレバルであるかのようにダゴスールの言葉を届けた。ダゴスールはネレバル、ダゴスールはネレバルとかな、友であり兄弟であった、しかしネレバルはダゴスールが宝を守ることを約束し、それを守っていたにもかかわらずレッドマウンテンの下で彼を打ち倒した。まあ、ここだけ見、これが本当だとしたらネレバル最悪ですけどね。しかしダゴスールは私を許し、いろいろなサービス、いろいろなサービスを私にしてくれるという。つまり彼は、私をロードネレバルだと思っているらしい。私は本当に彼と歴史を共にしたのだろうか。シクサンサ滅んではいない、眠っているだけ、今その長い夢から目覚めたところ、主ダゴスールと共に。まあ、やろうとしてることはなんかネレバルと同じなんですよね。この土地から不実な友と厚かましい泥棒を一掃して、ベロスの子供たちがまた取り戻すと。シックサンサーはエンパイアを追い払い、テンプルを打倒して、インペリアル以前のモローウィンドウであるダンマーによる国。このところは本当ネレバリンの予言と一緒というか、ダゴスルがしようとしていることは。無礼な歓迎ですまないが敵対を避けたくは、何時も仲間に入られよ。ザ・スリーパーズとドリーマーズの新参者で、ロードダゴさんの祝福を受けたがっている。肉の信者
となれば覇王の神秘な心臓に属することが叶う。ああ、コープラス。うん、イルニビの者たちはダゴスルーの、まあ、仲間としては部下としては身分が低いもの。でこのアッシュなんとかとかこいつらは、より力を持っていて、ロードダゴスからより多くの祝福を受けている。うわ、アウアエネミー、敵対。もうこれしかない。ロードダゴサー、貴殿を敵としてよりも友人としてもてなすことをお望みだ。ただし、貴殿が服従しない限り、シックスハウスからは敵とみなされ襲われる。ちょっとクイックセーブをして、これタゴすると友達になったらどうなるのかな。これはなんだ、アイテム発見。あ、30秒間ライト。こいつがダゴスなんとかか、なんだっけ、ダゴスガレス。あれ、え、待って、いや、お前が攻撃してきたから、俺は。死の間際、ダゴスガレスは笑みを浮かべ、あなたに呪いをかける。我が主のお考え通りだ。お前は我が主に会わずにはいられない。主の肉となるべく、主の肉体の中へ。なんかかかったね。いろいろな能力が下がって。コープラス。これドレインシックスハウスアミュレットだって。もらっていこう。メッセージフロムダゴスール。ロードネレバル宛てに、我が主にして我が友我が同胞へ。ロードネレバルよ、かつて我々は友人だった。さっきのことと同じかな。うん、
まあ嘘だと思うんだけど、まあこれが本当だとしたら本当にネレバラは悪いやつですよね。あのせっかく守っていったアダゴスーロを倒したわけですから。さっきの説明と同じ感じですね。うん。コープラスにかかっちゃったな。グラスブーツ、これどうしたらいいんだ。ちょっと暗い。なかなかいいものがあるんじゃないか。あ、ここにもあった。ハウスベルハンマー、これを待てよ、セーブしていいのかな。ベルハンマーでなんか鳴らすのかな。違う。これでどうしたらいいんだ。とりあえずカイエスさんのところに行けばいいのかな。はい、では今回はこの辺ですね。今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。